ちは、美肌健康レシピハマチです。ハマチが、1年ぐらい前からこのスピンになったわけなんですけれども、それは、ヒト幹細胞の培養液を使った化粧品、このドクターセルのおかげなんですけれども、これはアンプルです。基本シリーズは、ツバメの巣が入った化粧水と、あとツバメの巣が入った乳液と、でドイツのバイオクリームが入った、クリーム仕上げなんですけれども、そちらも全部ヒト幹細胞のドクターセルが 5% ずつ入ってます。アンプルはこれは 99.9%、 約 100% の原液のものが入っているので、まあ、全て冷蔵庫保存なんですけれども、もともとヒト幹細胞っていうのは、人の胎盤からできてるんですね。出産した人の胎盤です。でちょっとなんか気持ち悪いって思うかもしれないんですけれども、プラセンタは動物の胎盤ですよね。で人の胎盤っていうのは、選別されてるので、だいたい16歳から21歳の、このドクターセルの、培養液のアンプルっていうのは、それぐらいの年齢の良質な、世界統計を取ったものとか、スイスの安全性のスイスメディックのライセンスのクリアしたものを、輸入して、でそれを病院の方で、培養して、でラボの方に戻して、化粧品化していくっていうものなんです。でそれは人の、もともとだから、私もシミとかたるみとかシワとかまだ結構いろいろある悩みはあるんですけれども、そういうのがあって、全部それで解決したというか、ずっと使っていくうちに、人の若い肌を自分の肌に、経皮吸収していくって感じです。だから髪の毛とかもシャンプーリンスがあるんですけれども、使い方はちょっと4分置いて洗い流すとか、4分置いて洗い流すっていう経皮でこう吸収していくって感じなので、人の細胞を自分の細胞の付着していくって感じですね。だから髪の毛がない人も、髪の毛がこうだんだんこう生えてくるっていう、優れものというか、もう本当に細胞を再生する時代というか、自分の細胞ではなく良質な人の細胞を使って自分の細胞にしていくっていう、ちょっと画期的な商品なんですけれども、よかったら使ってみてください。本当に抗酸化作用というか、酸化しないっていう、ね、そういった優れものだと思います。ぜひ、Cビューティーで検索していただきたいと思います。